はい、どうも、うずです。今回は SD カードの話なんですけれども、SD カードってね、今種類がたくさんあって、ちょっとわかりにくいところもあると思うんですよ。で、大体の方は、まあ、このゲーム機にね、この SD カード、まあ、64GB とか 120GB 買ったらいいなとか、まあ、ドライブレコーダーに入れるのにマイクロ SD これぐらいの容量買ったらいいんじゃないかなとか、そんな感じで買うと思うんですけれども、その SD カードも様々な種類があるわけですね。で、しかも SD カード、皆さんご覧になったことあります?ありますよね。これなんか様々いろんなことが書いてあるけど、ちょっと数字の意味がわからない。そもそも、容量以外の数字って何を表してるんだろうって、そんな方たくさんいらっしゃると思うんですよ。カメラ関係をね、よく扱う方は知ってる方も多いと思うんですけれども、そうでない方って SD カードのその数字の意味なんかあまり調べたりしないですよね。なので今回そこのポイントをお話していくのと同時に、まあ、よく家電量販店で売られてる一般的な SD カードと高速タイプの SD カードの違いっていうのも、実際に見ていただいて、あ、これだけ違うんだっていうのを感じ取っていただきたいという動画になります。で、まず SD カードの容量、こちらでも基本的なお話があるんですが、今はね、もうほとんどなくなってしまってますけれども、2GB までの SD カードは SD カードだったんです。うずさん、それ以上の容量のも SD カードだろって思うかもしれませんが、ちょっと違うんですよ。というのも、4GB から 32GB までの SD カードは SDHC カードという、また別のちょっと規格になるんですね。なので、今はほとんど大丈夫なんですけど、当時は 2GB までの SD カードと 4GB 以上の SD カードでは使える機器が違ったんです。非対応っていう機器があったのね。となってくると、それ以上の容量はじゃあどうなるのっていうところで、ここでもまた区切りがあります。64GB から 2TB までの SD カードは SDXC カード。まあ、大事なポイントとしては SDXC カード対応の機器は基本的に SDHC カードも対応になっているので、少ない容量から 2TB まで対応しているということが多いです。ここはちょっとポイントですね。ただ SDHC カードまでしか対応してない機器に関しては 64GB の SDXC カードは使えない可能性があるという、ここはまあそんな感じです。まあ、容量はこれぐらいです。で、次に出てくるのがスピードクラス、アルファベットの C の中に数字が入っているものがあるんですが、記号が。これがね、SD アソシエーションで定められた速度規格というものになっていて、今はあんまり実は重要じゃないんですよ。この数字は。まあ、重要じゃないってこともないんですけど、これは C の10って書いてあるクラス10ってやつですね。これを買っとけば間違いがないです。数字が下がるごとにデータ書き込みの最低保証速度というのが下がってしまいます。まあ、そんな認識でいいと思います。今売られてる SD カードはほとんどがクラス10のものになってると思います。まあ、中には安売りでね、クラス6とか4とかあると思うんですけど、まあ、これはクラス10買っとけば間違いないと思います。で、次に見る数字が UHS スピードクラス。これも SD アソシエーションで定められた UHS パスインターフェイス製品向けの速度規格となってます。で、この UHS スピードクラスというのは1か3しかないんですね、数字が。で、1の方が 10MB/秒のスピードが出る。そして3の方は 30MB/秒のスピードが出る。という単純な記号になってます。そして次が現代においては最重要な記号。もうむしろこの記号だけにしたらいいんじゃないかなって個人的には思うんですけどね。ビデオスピードクラスという記号があります。この記号に関しても、スピードクラスや UHS スピードクラスと同様に最低速度を保証する規格なんですね。まあ、ただこのビデオスピードクラスというのが現代においてはすごく重要なところで、特に映像をね、撮る人にとってはすごく重要です。4K 動画や 8K 動画などを撮るのに、その秒間のその書き込みデータ量っていうのがすごく増えていくんですけれども、その時に記録するカードの目安としてこの V60 とか V30、V90、こういった数字を目安にします。これもシンプルな言い方をすると、V30 は 30MB/秒の速度。そして V60 が 60MB/秒。V90 が 90MB/秒の速度で、データ書き込みの最低保証速度を表してるんですね。で、基本的な性能を持っていて、通常のハイビジョン映像までの撮影だったら、V30 って書かれてる SD カードで十分使えます。で、4K 動画やログ撮影とか、データ量の多い動画撮影をする方は、V60 というカードをお使いください。そして 8K 映像まで、まあね、中にいらっしゃったら、撮りたいって方がいらっしゃったら V90、これまだ高いんですけどね、V90 というビデオスピードクラスを持った SD カードをご購入ください。V90 ね、私もちょっとね、欲しいと思ってるんですけど、いかんせんちょっと高くてね、そこまでいらないかなと思って V60 までしか使ってないんですけど、それ以外はバスインターフェーススピードとか、アプリケーションパフォーマンスクラスっていうのが最近スマートフォン向けの記号っていうのが増えたんですけれども、まあ、このあたりも単純に1、2、3、もしくは A1、A2 っていう数字が大きくなるほどスピードが速いって認識でいいと思います。
はい、でここでその速いカードと通常のカードどんな差があるのかっていうのを実際に見ていただきたいので、分かりやすくね OM デジタルソリューションズの OM1 が見せてくれますので、こちらのカメラを通してお伝えしたいと思います。はい、で今回皆様にそのスピードをお伝えするのに使うカメラがこの OM デジタルソリューションズの OM1、まあ、本当にこのカメラはね分かりやすく見せられるのでこのカメラを利用します。はい、そして使うカードがサンディスクのエクストリームカード、先ほど話してたクラスが10、そして UHS スピードがクラス3ですね。そして V30 となってますので、まあ一般的に使われる SD カードと思っていただければいいと思います。そんなに悪い SD カードじゃない感じですね。それで今回一緒に比べて使うのがこのプログレードという高速書き込みタイプの SD カードを利用します。こちらはビデオスピードクラスが V60 になってます。はい、この2つの SD カードを使って今回はその書き込み速度ですね、カメラを使ったスピードを見ていただきたいと思います。はい、では早速 OM-1 の連写で撮影してみます。注目ポイントはこの左側に映る数字ですね、そこをご覧ください。はい、まあ、こんな感じで撮影しますと左側の数字が徐々に上がっていくの分かりますでしょうか。これが今カードに撮った写真を書き込んでるスピードです。では早速次はプログレードの SD カード試してみましょう。はい、ではプログレードの SD カードで連写を行ってみます。お分かりになりますでしょうか。連写している最中に書き込みがハイスピードで行われているので、その枚数がまあ減っていかなかったですよね。はい、では次はプロキャプチャーモードで試してみたいと思います。はい、こちらプロキャプチャーに設定しましていきます。はい、今回も枚数の方は順調に減ってますね。これが通常の SD カードです。 V30 か V30 の SD カードです。書き込みはかなり遅く感じると思います。こんな感じでプロキャプチャーモードの写真記録してってくれるんですが、なかなか初期値の数字に戻らないです。なのでプロキャプチャーモードで撮影しようと思うと V30 のカードではちょっと力不足っていう形で捉えられると思いますね。まだ書き込み終わんないもん。はい、次はプログレードの V60 の SD カードいきます。キャプチャーモードプロキャプチャー、はい、数字の方が減ってってはいますが減りが遅いし戻ってくる、こんな感じですね。はい、これが V60 のカードの力ですね。プロキャプチャーモード使いたいと思ったら V60、V90 のカードを使うと、まあ、ほんとストレスなく待ちもなく撮影ができるって状態になります。はい、ではハイレゾショットはどうなのっていうところでハイレゾショットも試してみます。よいショット、ハイレゾショットね。はい、これでハイレゾショットをちょっと今三脚固定の方のモードで行ってみますね。床に置いてますので、机に置いてますので。はい、じゃあこれで記録してみます。GO! はい、こんな感じですね。はい、2つの SD カードの違い、どうでしょう？見て分かりやすかったでしょうか？実際試してみるとね、分かりやすいですよね。で、ここで今写真で連写モードで撮った時の差っていうのがすごく出たところはお伝えできたんですが、じゃあ動画の方はどうなのかっていうところで、これもちょっと簡単に説明したいんですけれども、まあすごい単純な考え方でいくと、フルハイビジョンの映像だったら V30 で大丈夫だって、まあ簡単に言うとね、こんな感じの言い方になって、じゃあ 4K 動画の撮影、じゃあこちらは V60 じゃなきゃダメなんじゃないかって思いますよね。そんなことが実はなくて、まあ、4K 動画を撮りたいって時に、OM-1 に限らず、まあ、R6 とかもそうなんですが、V30 のカードでも記録できるんです。動画撮れちゃいます。私結構この V30 で動画撮ってます。ただ条件によっては V30 じゃダメになってきます。それが何かっていうと、動画撮影時にここ見ていただくと分かりやすいですかね。この MBPS って書いてある数字がありますよね。これ200Mbps っていうようなことを表しているんですけれども、ここがすごく重要なところで、その動画の情報量を示すような数字なんですが、今の 200Mbps っていう数字、これを8で割ってください。そうすると 200÷8 なので25っていう数字になると思うんですが、これが目安の数字と考えると分かりやすくなってきます。どういうことかというと、これが今25になりましたから、その25って数字は V30、30メガを1秒間で書き込んでくれる V30 っていうカードで大丈夫っていう判断になって問題ないかと思います。で、容量が多いもの、撮影のモードによっては、カメラによってですね、カメラによって撮影のモードによっては、これが高画質、400Mbps という数字になって記録していくようなカメラがあります。そうなってくると、400÷8、50です。50ということは、V30 じゃダメなんです。足りない。そんな時に、こんなの入れちゃった。こちらの V60 っていうカードだったら、
その情報量の書き込みに対するスピードに耐えられるカードになるっていうことなんです。まあすごいざっくり言ってますけど、まあ単純に言うとそういう考え方でいいと思います。まあなので 4K 動画だから V30 のカードでは書けないっていうことではないんですね。なんですけど、ただ 4K 動画で、まあ、ログ撮影とかその10ビットでカラーグレーディング用に撮影をしたいっていう場合になってくると、その動画の情報量メガ BPS が上がってしまうので、 V60、V90 のカードじゃないと書き込みができなくなってくる。書き込みスピードにね、情報量が追いつかないっていう言い方になります。はい、ということで、まあ簡単にね話しましたけど、なんとなくお分かりになりましたでしょうか。はい、ここでさっとまとめなんですけれども、要は価格が高い SD カード V60、このカードが必要になってくる方は、カメラで言えば高速連写を多用される方、そして動画で言うと 4K 動画の画質のいいものを記録したい方などが V60 のカード必要になってきますという話になります。なので高画質連写をねバーッと撮らない方、風景撮影とかね専門でピンポイントでね撮影していくような方とか、まあ、あとは YouTube 動画とか日常のその記録動画を撮るような方で8ビットのカラーグレーディングとかを必要するような撮影をしない方だったら V30 の SD カードでも基本的に 4K 動画まで間に合うことが多いです。あくまでね記録形式とその撮影のね情報量の多さを求める方に高額な V60 以上のカード SD カードが必要になってくるって話なので、はい、といったところでいかがだったでしょうか。まあ、ちょっとね分かりやすく見せる部分と少し複雑な話が織り交ざった動画になってしまったかと思うんですけれども、まあ、今回の SD カードの話はこのぐらいにしておきたいと思います。またこういった基本的な、まあ、基本的だよね、基本的なお話に関してはまた話せる機会があると思いますので、こういったお話嫌いじゃなかったらぜひ、高評価チャンネル登録していただけるとありがたいです。普段からカメラの話を中心にいろいろなガジェット商品を紹介してますので、あとゲームが好きなのでゲームの話をよくやってます。興味趣味が合う方はぜひぜひよろしくお願いします。では今回の動画はここまで、また別の動画でバイバイ。動画の前半で容量の話をしましたけれども、 SD カードSD カードって今後 4TB の SD カードまで出てくる予定なんですね。で、その新規格の名称が SDUC カードとなります。また名前がね、ちょっと変わってくるんですけれども、まあ、すごいよね。このちっちゃい記録カードで 4TB までいっちゃうわけですよ。まあ、ただそうなってくると小型の SSD が必要なくなってくるかというと、ちょっとこれまた違ったね、使い方とメリット、デメリットなどがありますので、そういったところの話もまた後でできたらいいかなと思います。はい、とりあえず今回はこれで終わりましょう。